こんにちは、ゆかりです。これは先日です。はい。先日、京都に行く機会があったんですよ。京都って私あんまり行ったことがない土地で、修学旅行で行ったかな、とかそんなレベルです。はい。すごく興味があって、で、知人から清明神社でいいよとか、師匠からせっかく京都行くんだったら銀閣寺行って写真撮ってこいと。もう師匠男勝りだなみたいな感じですけどね。はい、あの銀閣寺は写真撮るのすごく難しいんだよと。金閣寺みたいなキラキラしてる、金閣寺みたいなって言い方すると金閣寺がね、なんかお菓子みたいですけど、そうじゃなくて、はい、銀閣寺の趣のあるものを撮ってきなさいと、はい、師匠に言われまして、で師匠が好きなスポットだそうなんですよね、金閣寺がね。また師匠が好きなスポットの金閣寺って、一回多分修学旅行でね、行ったことあると思うんですけど、そんなのもう遠の昔に忘れてしまっていて、本当に今回目を新しくして、はい、行ってきました。その時の写真を見ていただきたいと思います。こちらもお目汚しの写真多いです。はい、まあなんだろうな、私がねキャッキャキャッキャ言いながら写真を撮っている、いるんだなっていうちょっとイメージをしながらね、はい、見ていただければと思います。ではどうぞ。はい、まず先に見ていただいたのが清明神社の写真です。清明神社いいですね。私なんかちょっと大好きなスポットの一つになってました。あ、この子、はい、なんだろう、写真を撮るのにいいとかそういうんではなくて、心地いいところでしたね。なんか心が安らぐというか、本当になんか癒されて帰ってきた感じです。ご神木がね、なんかいい感じでしたね。なんだそりゃって話かもしれないんですけど、ぜひ京都行かれた際には行ってみたらいいスポットだと思います。はい、はい、そんなところで、次は師匠に課題をいただいた銀閣寺の写真ですね、を見ていただきたいと思います。ではどうぞ。
ご覧いただきありがとうございます。京都っていいところですよね、本当に。で、長野県人に言うと、そうだよね、いいよね、神社仏閣あって古き良きって感じでね、なんて話になるんですよ。ところが師匠と話すると、これがまたちょっと変わるんです。師匠は出身が関西の方の方なんですね。で、京都にもよく行かれることがあるそうで、たくさん写真撮られるそうなんです。師匠は嵐山と銀閣寺が好きなんだよねっておっしゃっていましたね。はい。で、そんな師匠に京都ってやっぱいいですよねって言うと、帰ってくる答えは、え、そう？って。いや、長野県の方がよっぽどいいものいっぱいあるよっておっしゃるんです。見慣れてるってことですよね。私がね、見慣れていて、慣れすぎているから、当たり前だと思っている部分を、師匠はいや、これすごいよね、あれすごいよねっていう感覚で見られているっていうことをそこで感じたんですね、私。はい。まあね、本来だったら目玉こうやってピッピンって取り出してガシャガシャガシャって洗って、ポンポンってまた突っ込んで、よし、目新しくなって綺麗になったしね、いろんなものが見やすくなるかな、なんていうことができればね、もう簡単にね、目をリセットすることもできるかもしれないんですけど、何言ってんだって話ですけどね。はい。まあそんなことできるわけがないので、脳内リセットをかけて、はい、これから写真撮りに行こうっていうふうに決めました。どういうことかっていうと、ここは確かに長野県、確かに私の見慣れている世界だけど、ここに初めて来たよっていうふうに頭の中、脳内を切り替えて、はい、どこに宝物が落ちているかなって、落ちてる言い方おかしいですね、どこに宝物あるかなって目を新しくする。この言い方でね、皆さんに伝わるかちょっとよくわからないんですが、私の中では目を新しくして、気持ちを切り替えて、脳内変換してね、ここには初めて来た土地だというふうに頭の中を切り替えて、いろんな景色を見て、写真を撮りたいと思います。では今日はここで終わりたいと思います。チャンネル登録してくださる方増えていて本当に嬉しいです。ここですね、ここの下、この辺の下にチャンネル登録のボタンあるんで、ぜひ押していただけると嬉しいです。で、これからも師匠にいろいろ言われたこと、はい、師匠とても的確に教えてくださいます。で、これから考えているのは、師匠に見せた写真を、アップして、その写真に対して師匠がどういうふうに言ったのかっていうね、ものもお伝えしていかれたらいいかなと思っています。ちょっとまだ未定ですけどね、そのうちそういった実際に、じゃあ師匠に写真を見せたらどこをどういうふうにしたらもっと良くなるよって言われたっていうようなね、ものも皆さんに配信していかれたらいいなと思います。では今日はここで終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。